2015年第2回日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも 手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では、始めます。一番。会社で男の人と女の人が話しています。男の人は、この後まず何をしますか課長、午後の会議の準備ですが、資料の印刷が済みました。ありがとう。 場所が一階の会議室に変更になったことは、もう連絡してくれたはい。そう。じゃあ、悪いんだけど、パソコンの準備をしておいてもらえるはい、すぐに。あ、部長だけど、ご都合が良くなって、出席なさることになったって聞いてるよね。え部長のスケジュール、前日に確認すること、お願いしてたでしょあ、申し訳ありません。あの、会議で配る資料なんですが、部長の分、数に入れてなかったので、 じゃあ、それを先にやっちゃって。場所の変更についてはお伝えしておくから。はい、わかりました。男の人は、この後まず、何をしますか 2番市民講座の説明会で工作の教室の先生が話しています。工作の教室に参加する人は次に来るとき何を持ってこなければなりませんか次に来るときです。この工作教室は来週から毎月1回計5回開催します。毎回持ってきていただくものが違いますので 必ず持ち物のご確認をお願いします。ただ、筆記用具は毎回ご持参ください。で、来週ですが、草花で布を染めようという企画ですので、ハンカチ程度の大きさの布もお持ちください。布は白じゃないと綺麗に染まりませんよ。それから、来月ですが、外に出る企画となりまして、その際は石を集めたりしますので、手袋などをご用意いただきます。 ハサミはほとんどの企画で使いますが、これはこちらでご用意します。工作の教室に参加する人は、次に来るとき、何を持ってこなければなりませんか 3番。クリーニング店で男の店員と店長が話しています。男の店員は何をしなければなりませんか店長、すみません。さっき店長の休憩中にお客様がいらっしゃって、昨日お返ししたワイシャツの襟にシワがついているってワイシャツを置いていかれたんですが。このワイシャツですか確かに、これはちょっと。 今日中に受け取りたいっておっしゃっていたんですが、どうしましょうかうーん、工場に持っていくと、明後日までお返しできないしね。あ、店のアイロンで直せば、今日中にお返しできるか。森田君、お願いできますか私はお客様と連絡を取ってみますから。はい、ここだけですよね。わかりました。で、それができたら、ご自宅に直接届けて、謝ってきますね。じゃあ、割引券か何か用意しておきましょうか。 それも私が分かりました男の店員は何をしなければなりませんか ?4 番。 大学院の事務室で女の学生と職員が話しています。女の学生は今月末までに何を事務室に持っていかなければなりませんかすみません。私、今月大学院に入学したばかりなんですけど、学内の奨学金に応募したいので申し込み書をいただきたいんですが。ああ、今年からインターネット上で応募してもらうよう変更したので。 今月末までに大学院のホームページにアクセスして入力してください。わかりました。入力したらそのページを印刷したものも提出しますか必要ありません。こちらに提出する書類は指導教員の推薦状、出身大学の成績証明書、それから収入を証明する書類です。一年生ですから推薦状は 来月指導教員が決まってからでないと頼めないですね。それは決まり次第でいいので、それ以外のものを今月末までにこちらに持ってきてください。はい。あの、私、この大学の出身なんで、成績証明書は必要ないって聞いたんですけど。あ、それなら必要ありません。わかりました。ありがとうございます。 女の学生は今月末までに何を事務室に持っていかなければなりませんか ?5 番大学の演劇クラブで女の学生と部長が話しています。女の学生は この後まず何をしますか部長、大変です。今、村田さんから電話があったんですけど、明日の発表会出られないそうなんです。転んで足を骨折してしまったそうで。ええ、鈴木さん、それ本当重要な役なのにどうしましょううーん。最終のリハーサル、今日の夕方からだし、村田さんの代わり急いで探さないと。そうだ、鈴木さん、セリフ覚えてない いつもそばで練習見てたでしょえ、私ですか確かにセリフは覚えてますが、私なんかまだクラブに入ったばかりですから。でも鈴木さん、以前から演劇の経験もあるし、そういえばこの劇をしたことあるって言ってたよね。はい。でも、他にどなたかいるんじゃないですか他の人はみんなすること決まってるし、村田さんが劇で着ることになってた服を着てみて。 会わないようだったら最終リハーサルまでに衣装係が調整してくれるからその間にみんなに役の変更を伝えておくね経験者ってことで説明すればみんなも納得してくれるよはいわかりました女の学生はこの後まず何をしますか 問題,2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください番 会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後何をしますか イベントの準備どうあと2日だけど、どこまで進んでる準備は順調です。見てください。当日街で配るチラシもバッチリです。会場の方はステージのセットも完了していますし、客席の椅子ももう並べたので、あとはそれを拭くだけです。埃がすごかったでしょう。最近椅子使ってなかったから。はい。あれこのチラシ、会場の時間間違ってるよ。11時になってるけど、 10時半でしょあの、先週部長から指示があって11時に変更になったんですよ。びっくりした。作り直しかと思いましたよ。ごめんごめん。私昨日まで出張に行ってたから知らなかった。じゃあ引き続き準備よろしくね。男の人はこの後何をしますか 2>, 2番テレビでアナウンサーがサッカーの監督にインタビューをしています。監督はどうして今のチームの監督を引き受けたと言っていますか 監督、この度、山下サッカークラブの監督を引き受けられた理由を伺えますか選手時代に所属していたチームからも誘いがあり、そちらを断ってということですが。まあ、監督を務めるのに慣れ親しんだチームがいいってことはないんでね。理由ですか。うん、監督っていうのは若くて将来性のある選手を育てたいっていう人も多いんだけど、 逆にベテラン選手の今ある力を最大限に発揮させてチーム力アップを図りたいっていうタイプもいて。私は後者の方なんですよ。経験豊富な選手は若い選手を育てる役割も果たしてくれるしね。そういう選手が揃ってますよ、このチームは。山下サッカークラブは優勝回数も多い名門クラブですね。ここ数年は優勝争いに加わっていないんで。 今シーズンはチームで団結して優勝を目指します。監督はどうして今のチームの監督を引き受けたと言っていますか 3番薬局で客と店員が話しています。店員はこの薬は以前と比べて何が変わったと言っていますか すみません。風邪薬が欲しいんですけど、咳が止まらなくて。では、こちらはいかがでしょうか。あれこれ、前に飲んでたのと同じだ。でも名前はこれだったけど、箱のデザインがちょっと違ったような。ああ、こちらの薬、デザインもそうなんですけど、以前お使いの時は、1日に3回飲まれていたと思いますが、2回で良くなったんです。 錠剤の大きさは変わらず、効き目の持続時間が長くなりまして。そうですか。価格の方は以前のままですね。そうですか。じゃあ、これいただきます。店員は、この薬は以前と比べて何が変わったと言っていますか 4番。ある町の清掃活動で市役所の人がボランティアに話しています。この町での清掃活動を終えるのはどうしてですか 皆さん、今日まで町のゴミ拾いの清掃活動にご参加いただきありがとうございました。この活動は当初の計画では2年の予定でしたが、今回で終了することとなりました。と言いますのは、皆さんの姿を見て地域の人々の意識も変わり、ゴミの量が劇的に減少しまして、この町での役目は果たしたと考えています。 いずれまた他の町で清掃活動が行われるということになりましたら、その際はボランティアの皆さんにまたぜひお集まりいただきご協力をお願いしたいと思います。この町での清掃活動を終えるのはどうしてですか 5番男の留学生と女の留学生がクラスのグループ分けについて話しています。二人はどうやってグループを作ることにしましたか リーさん、来週の日本人学生をクラスに招いての交流会のことだけど、グループに分かれてディスカッションするでしょ実行委員の僕とリーさんでグループ分けしなくちゃね。うん。クラスを4、5人ずつのグループに分けて、各グループに1人日本人に入ってもらおうか。うん。どうやってグループ分けする普段の授業の時は、クラス名簿の順番に沿って区切るとか、席が近い人同士とかでグループ分けしてるよね。 これまでやってないやり方だと、くじ引きとかあ、仲がいい人同士でもいいか。仲がいい人同士でグループを作るより、日頃あんまり喋らない人と組んだ方が面白いかもよ。今までと違う方法がいいかと思うんだけど、そうか、くじか。やってみないと、どんなグループになるかわかんないけどね。うん。結果として仲がいい人同士のグループになるかもしれないけど、それでも名簿順とかより新鮮でいいよね。それでやってみるか。 うん 2>, 2人はどうやってグループを作ることにしましたか6番。 女の学生と男の学生が話しています。男の学生は何に対して腹が立ったと言っていますか 昨日陸上競技会に出て400メートル走準優勝だったんだってすごいじゃない。ああ、でもちょっと予選で腹が立つことがあってね。どうしたの予選っていうのは一度に6人ずつ10組走って、あ、つまり全部で60人の中からタイムの良かった上位6名が決勝に進めるんだけど。うん。僕は予選で走った組の中で1位だったし、タイムも良かったから決勝に進めるって思ってたんだけど、 予選後の結果発表で上位6人が読み上げられた時、僕呼ばれなかったんだ。それなのに予選で僕と同じ組で2位だった選手がその6名に入ってて。え、それどういうことおかしいだろだからビデオ持って、あ、陸上部のマネージャーがレースを撮影してたからね。それ見せて主張したら原因調べてくれたんだけど、計測されたタイムを係の人が用紙に記入するとき書き間違えたって。えー こっちは大会のために頑張ってきたのに、ほんと頭に来るよ。結局、僕は予選2位に繰り上げられたんだけどね。初めに6位って発表された人を後になって予選落ちにはできないってことで、決勝は7人で走ったよ。へえ、まあ確かに一度発表された後に、あなたは決勝に出られませんって言うんじゃ、かわいそうだしね。男の学生は、 何に対して腹が立ったと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください。一番。ラジオで男の人が話しています。ええー。近代文学を代表する作家、佐藤淳ですが。実は彼は幼い頃から石の最終に夢中で。石先生と呼ばれるほどだったそうです。これ。ご存知ない方も多いんじゃないでしょうか。彼は。 大学で農業を専攻し卒業後故郷に戻って高校の教師になってからも石の研究は続けていたそうで彼がふるさとの川で収集した石のコレクションは今でもふるさとの博物館に残されています彼の作品を読むと石の名前なんかがよく登場するんですよ男の人は 何について話していますか 1, ?1 ある作家のふるさとにある博物館 2, 2ある作家の学生時代の研究内容3ある作家の知られていない側面4ある作家の書いた作品の概要 2番大学の授業で先生が話しています日本では主に夏と秋に全国で特色のある大小様々な祭りが行われていますが祭りは単に地域の人々の娯楽というだけでなくそれに参加する人々のつながりも深めてくれます規模の大きい祭りでは観光客が多く訪れ地域経済にも大きく貢献します 祭りが行われることによって、その地域の存在を広くアピールできるなど、さまざまな利点が考えられます。先生は何について話していますか 1, ?1 日本各地の祭りの特色2季節と祭りの関係 3祭りを広くアピールする方法4祭りの開催で期待される効果3番工場でテレビのレポーターが男の人にインタビューしています 今日は、にっこり食品ヨーグルト工場の田中さんにお話を伺います。こちらのにっこりヨーグルト、美味しいと人気ですが、最近蓋の裏にヨーグルトがつかないと評判になっているそうですね。はい。お客様から、蓋にヨーグルトがついてしまってもったいないといった声がありまして、それをきっかけに蓋を工夫しました。どうしてつかないんでしょうか例えば、果物の桃を思い出してください。 桃の皮には毛が生えていて水がつきにくいですよね。はい。この仕組みと同じように蓋の表面にたくさんの細かい突起を作ったというわけなんです。なるほど。工夫されてますね。男の人は何について話していますか一、ヨーグルトの味の評判。 ヨーグルトの蓋の改良おいしいヨーグルトの作り方4ヨーグルトに入れる果物の研究4番。 テレビで男の人が話しています皆さんは大勢の前でスピーチしなければならない時など緊張で心臓がドキドキしてしまうそんな経験があると思いますこれは自律神経という体のののあるる神経の働きによるものなんですこの神経は体のいろいろな機能を活発に働かせたり沈めたりするいわば車のアクセルとブレーキのような働きをしています スピーチの時の緊張による心臓の変化は、スピーチという恐ろしいものと戦おうとしてアクセルを踏んだ状態となり、心臓を活発に働かせることによって起こるものなのです。男の人は何について話していますか ?1 緊張せずにスピーチする方法二 緊張で心臓がドキドキする理由。3神経の働きの高め方。4運転中に緊張した経験。5番 テレビでリンゴ農家の人が話していますうちは長年リンゴを作っていますが今年はいつもと比べて天候が悪く収穫がどうなるかなかなか見通しが立たなくてもちろん天候に左右されにくくするためにこれまでさまざまな改良を重ねてきましたが春先は雨がかなり降りましたからねでもまあその後は天候もよく なんとか無事収穫できそうです心配した割には見事に実り今年は去年を上回りそうですもう間もなく収穫が始まります心を込めて作ったリンゴを多くの方に食べていただきたいと思っていますリンゴ農家の人はリンゴの何について話していますか一 改良の苦労。2>, 2、収穫を増やす方法。3、今年の収穫の見通し。4、収穫の仕方。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。一番あ、山本さん。 手が空いたら声かけてくれるかな 1, ?1 手伝わなくても大丈夫ですよ。2, 2え、何も持ってませんけど。3あ、じゃあ、あと5分待ってください。 2番山田さん、ロッカー開けっぱなしでしたよ。どうして開けたんですか本当ですかうっかりしてました。3> 3閉めちゃってすみません。 3番。よし、試合に向けてもうやるだけのことはやったよね。1。1> まだ諦めるのは早いよ。2>, 2。それしかやらなかったの ?3。あとは試合を待つのみだね。 4番、先月からピアノを始めたんですが、これが楽しくて仕方がないんですよ。1、1> 新たな楽しみができてよかったですね。2>, 2、いい方法がないか考えてみます。3、嫌なものを無理に続けなくても、 5番。ここ、経理事務のアルバイト募集してるよ。経験問わずだって。どう ?1。残念。やったことないから無理か。2。2> じゃあ、初心者の僕でもできるんだ。3>, 3。経験について質問しちゃいけないの 6番このレストラン、サービスはともかく店の雰囲気はいいですね。1, 1これで雰囲気が良ければいいんだけどね。<S 2ほんと雰囲気、サービスともに最高だね。3うーん、雰囲気が良くてもこのサービスじゃね。 7番、あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。1。ほんと、偶然ですね。2>, 2。わざわざ会いに来てくれたんですか ?3。あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。 8番週末引っ越すんだよね。私も手伝えればよかったんだけど。1, 1手伝ってくれるの ?2 おかげで助かったよ。3, 3頼りにしてたのにな。残念。 9番。ねえ、さっきの話はやっぱり聞かなかったことにして。1。聞いてなかったわけじゃないよ。2>, 2。え、うん、別にいいけど。3。3> あ、ちょっと忙しいから、無理かな。 10番。森さん、君が言ってくれなかったら、社長に間違った書類渡しちゃうところだったよ。1。もうお渡ししてしまったんですか ?2。2> 渡す前に気づいてよかったです。3。すみません。私が言うべきでした。 11番、まずい、会議の資料、会議室に置いてきた。1、ちゃんと置いてきた ?2、2> 取りに戻ったら ?3、あ、会議室で使うから 12番木村さん、今日はこのような素晴らしい会にお招きいただき、ありがとうございます。1>, 1、遠慮なさらずお持ちください。2、2> この回に伺えて嬉しく思います。3、いえ、お忙しい中来ていただいて。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 1>, 1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番男の学生と女の学生がサッカーの練習をする場所について相談しています。 ホンダさん、来月大学のグラウンドが使えない日だけど、代わりの練習場見つかったできれば夕方以降もできるようにナイター設備が整っているところ。あ、はい。照明設備があるところですね。使用料は2万円以内、できれば大学の近くでということでしたよね。4つピックアップしました。一つ目は、緑サッカー場。 ここは照明付きで値段も12000円。大学からも近いです。利用できるかどうかは抽選で決めるそうです。翌月分を毎月下旬に決めるので、抽選はもう少し先になりますね。そっか。抽選結果が出るまで使えるかわからないんだ。はい。それから、黒岩サッカー場も15000円と安いです。照明はないんですが。ただ、 ここは大学からは近いですし、予約が先着順で、使用する日は空いてました。今すぐ場所を確保できるってのはいいね。はい。あと二つも今空いてるんですが、予算は超えちゃうんです。えー、っと、青いクラブは22000円です。ナイター設備が完備されていますし、昨年できたばかりで、新しくていい施設です。ただ、 大学から歩いていけないことはないんですが、少し距離はありますね。えー、っと、あと、学校のすぐ裏にある赤い公園は、照明付きで2万5千円です。どうしましょうかそうか。やっぱり日が暮れてからも練習できた方がいいな。そうですね。じゃあ、今予約できるところで、大学に近い方を手続きしてくれる予算オーバーだけど、しょうがない。 どこの練習場を予約することになりましたか 1, ?1 緑サッカー場 2, 2黒岩サッカー場3青いクラブ4赤い公園 2>, 2番銀行で上司と銀行員がセミナーについて話しています毎年実施している経営セミナーなんだけど参加者が徐々に減ってるんだ参加者を増やすための何かいい方法はないかな今までパンフレットを各視点で配ったりホームページで宣伝したりすることしかしてきませんでしたが新聞にも広告を掲載したら もっと多くの人の目に留まるんじゃないでしょうか。なるほど。それに、新聞に申し込み用紙を掲載して、ファックスでの申し込みも受け付けるようにすれば、応募しやすいと思いますし。そうだね。ただ、費用がかなりかかるから、新聞ってのはね。あの、セミナーの講義内容が毎年同じようなものだと、一度受講した方はもう参加しませんよね。新しい参加者を増やすこともいいと思うんですが、 内容を見直して、二度三度と受講をする人にも役立つようなものを考えたらどうでしょう。うん。そうしたら申し込みが増えそうだな。あと、セミナーはいつも山田先生にお願いしてますが、他の講師に変えるっていう方法も考えられます。山田先生は評判がいいんで、代わりとなる人はなかなか。先生なら、こちらの希望にも応じてくださると思いますし。それはそうだね。じゃあ、さっきの方法で、 繰り返し参加してもらえるようにしてみよう。問題を解決するためにどうしますか <S ?1, 1 <S 宣伝方法を変える 2, 2申し込み方法を変える3講義の内容を変える 四講師を変える。三番。まず、話を聞いてください。それから、二つの質問を聞いて。それぞれ問題用紙の一から四の中から。最も良いものを一つ選んでください。 では始めます。3番ボランティアの説明会でボランティア団体の職員が話しています。今日は説明会にお集まりいただきましてありがとうございます。今登録できる4つのボランティアについてご説明します。まず一番。 子供の遊び相手になっていただくボランティアです。子育て世代をサポートしていただきます。あとの3つは、高齢者の方の生活支援のサポートで、まず2番の庭の手入れがあります。草取りをしたり、芝生を買ったりする屋外の作業で、体力のある方にお願いしたいと思います。それから3番、部屋の整理の手伝いもあります。 高齢者の方から部屋を片付けたいけど重いものを動かすのが大変だという声がありましたので今回新たに加えました。4番はパソコンの指導です。高齢者の方々でインターネットを使えるようになりたいというリクエストが多いのでパソコンの使い方が教えられる方ぜひお願いします。ユミコは子供好きだから子育てサポートだよね。 そうね。そう思ってたけど、腰痛めてるから、しばらくは無理ね。あ、そうか。じゃあ、体を使う作業は無理だよね。うん。だから、できるのは一つしかない。あなたは子供は苦手だし、体を動かすのがいいんだけど、片付けは苦手だからな。そうよね。じゃあ、決まりね。質問1。 女の人はどのボランティアに登録しますか質問2男の人はどのボランティアに登録しますか これで、懲戒試験を終わります。